キンプリの代表曲、一番を手掛けたアーティストの意外な動き、クレバの飛べ関連ツイートが話題。滝沢秀明氏の新会社、飛べの公式 YouTube チャンネルが、7月7日午後7時から、トーベ・チョン・ DNA-02 と題した生配信を予定しています。 先日の生配信では、元 V6 の三宅健が戸部に所属することが発表されましたが、予告画像にニツノイスがあることから、今回は元キングピンス以下、キンプリの平野仕様と神宮寺勇太が合流するのではないかと報じられています。この話題を受けて、キンプリファンたちは、ある有名アーティストの動向にも注目しているようです。 平野と神宮寺は、岸優太と共に5月22日に金プリを脱退し、同日ジャニーズ事務所を退場しました。岸の3月末に退場予定。そして、6月下旬にはニュースサイト、週刊女性プライムが、二人が飛べに合流すると断定的に報じました。その後、一部週刊誌では、 平野が滝沢氏のプロデュースのもとで新曲の準備を進めているという情報が報じられ、この展開はすでに公然の事実となっています。金プリファンは再始動が想像以上に早くなる可能性があり平野と神宮寺が再び一緒に活動するという見方が広がっています。 一方で、ヒップホップアーティストクレバの公式ツイッターが飛べと三宅のオフィシャルアカウントをフォローしていることが明らかになり、大きな話題となりました、と芸能ライターは話します。一番はキンプリにとって思い入れのある曲で、クレバが作詞作曲を手掛けました。 クレバといえば、昨年6月にリリースされたキンプリの4枚目のアルバム、メイドインのリードトラック、1番の作詞作曲を手掛けたことで知られています。キンプリはデビュー以来王道のアイドル路線を進んできましたが1番はそのイメージを完全に覆す挑戦的な楽曲で、ファンだけでなくプロのミュージシャンからも大きな注目を浴びました。 クレバによる和のサウンドトラップ、そして BTS、横断少年団の振り付けを担当したダンサーリーハタシーへのハイレベルなダンスが特徴的で、これが新しい金プリを象徴する代表曲となったのです。ちなみに5人体制では、最後の出場となった昨年大晦日放送の第73回 NHK 紅白歌合戦でも、 キンプリは一番お披露しメンバーにとっても思い入れの強い曲となりましたと同ライターは語ります。キンプリファンは何かが起こるのではないかと騒いでいます。クレバが飛べと三宅の公式アカウントをフォローしていることに気づいた彼らはネット上で大いに盛り上がっています。平野や人流児との共同作業の可能性に期待が膨らんでいるのです。 しかし7月6日時点でクレバは両アカウントのフォローを解除してしまいました。金プリファンが騒いでいることを察知し、さらなる憶測を避けるために行ったのかもしれませんが、ただ、フォローを外したことで、トベとの仕事の予定があるのではないかと勘ぐってしまいます。と、同ライターは話します。 平野は以前からクレバの大ファンであり、アルバムのリードトラックとして一番を推奨したのも彼でした。もし新しい場で再びタックを組むことができれば、平野もファンも大いに喜ぶことでしょう。果たして平野と神宮寺は今後どのような活動を展開していくのか、まずは幸運な37の生配信を楽しみに待ちましょう。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。